離れないで。お前から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。ダーゴロ、ナッデル、ボソッン、エンデソノルセレムステバ。勇むなよ、サカイ。先生、よく狙って。一冊。先生、高落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つ。おお、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば騎兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る？私が先陣を、後ろは任せます。Sonor Serum Stay.私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。
最後だな。まずまずの出来だ。トモエはどこです？知らん。怪我でもしたか？トモエ！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか？そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。トモエめ、たばかりおったか？ですが、ウムギダニを救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められる。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都に着けるかもしれません。ああ、巴なら着けるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。
あまり干渉にふけるでない。安典はあまり飢えてないよな。なんでだ。あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためなら盗みも殺しない。人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるか。浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかったろ。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね。ハンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。チュンハルボ。
樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。静けさ、こちらの利になるようだ。今は火を消したままにしておく。蒙古の船の目指す印になってしまう。やつらが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いな。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥が弧を描いて何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に支え込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらん。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。火槍があれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。
航路を見つけた仲立ちがいるらしい。そんなうまい話。試す価値はあるだろう。そんないい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、どんな鎧でも扱います。では怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？影、世を守る闇。いいなだね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。
家族が皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた？四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が仇を討とう。家族を弔ってやれ。影、まだ諦めないぞ。네게뭐했어
ダネシと行くぞ。She's worse than any other. Tindman, yok çıkar! ジマン様があなたをよこしてくださったのです。ありがとうございました。Oh.
가게. 서. 仁、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？仁、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。側には物見はおらぬ。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。化け物に成り下がったと示すだけ。風の音だろうな。いらん手間を取らず。出る。
薙縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。ありがたきお言葉でした。身が引き締まる思い。王府は対馬で食い止める。将軍様を忘れ本土を危うくさせてはならぬ。王府は境の国、一国を作れるよ。おとがし。ああ、そうかい。確かに音が聞こえたな。忘れろ。
目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから。しかし将軍様の御家人、言われずとも分かっておる。なれど今は俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。北へ送った石膏が戻らず、囚われたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみ。お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間に合うことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を耕えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。Ухуртан төрнэг болны. Хэцээд явчихжээ. Очиж барь. Чадна.
Thank you.